皆さんこんばんは、キズナ長崎です。今日長崎午後何時過ぎだったかな、バーって風が吹いて、それから寒気が入ってきましたね。冬将軍到来ということでございまして、ポンポンガム玉入れ好評でしたね。たくさんの視聴ありがとうございます。よいしょ。昨日タイラーメン余りましたんで、煮付け甘辛にリニューアルしました。で昨日友達にもらったマダイ、半分ですね、薄作りにしまして、レオ君撮影お疲れ様でした。くーちゃん、今日はドイツ産のホップ 100% っていうわけでございまして、110いくらですよ。この間買ってみたらね、めっちゃうまかったんで、今日まで久しぶりに買いました。今日はね、もう焼酎がちょこっとしかなか、もうこれで今日は禁酒日がないので、アルコールの量を少なめに。あら、すみっこ暮らしのすみっこにおらんとでよかったよ。すみっこにおらんとでおらんでよかったですよ。すいませんね、ろれつが回らんで。よいしょ。餃子失敗です。フライパンがもうどうにもならんですね。タイしゃぶというわけでございまして、早速5、6枚ぐらいぶわってやって、レモン超薄切りにしてます。出刃包丁です。なかなかね、出刃は難しかったですけど、野菜包丁はないので、そこでも煮込んでます。あ、もうよかろう。あ、いや、ネギば忘れたばい。ネギん中いただきたいと思います。あ、ゆすぽん、あ、間違いなかで、お刺身でいただきたいと思います。超薄作りにしてみましたけれども、タイは薄作りうまかですもんね。あっという間に なくなるわこれ。うめえな。ネギバウシか。詰めて冷凍ネギです。冷凍してました。こんな感じで。いただきます。ゆっくりいただきたいと思います。今日のゲストはですね、同じピヨピヨ戦争を持ったもう一匹取れまして、プリンと名前がつきました。今日のスポットライトは、ゆっくりたくさん見てね、プリンです。